平成28年の問12ですね。まず動機速度ですね。無負荷時の速度。これを NS とします。それから実際の回転速度ですね。これを N としました。周波数を FHz。曲数を P としましたね。動機速度というのはですね、120×周波数をですね、曲数で割ったもんやということなんですね。それで、今この数値をですね、入れます。50Hz ですので、それから曲数は6ですのでね、こういうことになります。そうするとこれ旋回転なんですね、1分間ね。はい、で今滑りの式ですね、NS 分の NS-N というこういう、滑りの式がありますので、これをですね移行しますとですね、NS-N はですね S の NS ということで S が 0.05 ですね。それから線を書きますと50回、1分間でですね50回回転が落ちますよということですね。類題の方ですけどね、これは周波数が60で4曲にしました。そうしますとですね、1分間の回転数が1800、パーミニッツとこうなるわけですね。で、したがってですね、S×NS は 0.06×1800 で、108回転。1分間にですね、108回の回転数が落ちますよと。こういうことになりますね。